て持つ出られなくて小さな痛み溜まってた。そいつをずっと自慢ってきた。一個目の箱満たされた。別に今さら辛くもないけど、誰かが見てくれたらな。これだけあれば許されないかな。少し優しくされるくらい。捨てたものを拾って詰めて、満タンの箱積み上げた。通りすがりを横目に見て、15目の箱積み上げた。そうか、これでもまだ足りないのか。誰にも見えてないようだ。それじゃどんどん高くしなくちゃ、世界中にも見えるくらい。どんどん高く、もっと高く、鳥にも届く痛みの音。そのてっぺんによじ登って、王様気分の何様。何事かと口開けた、やじ馬ども見下ろした。ここから見たら針のようだ。100個目の箱積み上げた。お集まりの皆様方、これは私の痛みです。あなた方の慰めなど届かぬほどの高さにいます。きっと私は特別なんだ。誰もが見上げるくらいに、孤独の神に選ばれたんだ。こんな景色の中に来た。どんどん高く、もっと高く、雲にも届け痛みの音。そのてっぺんにあぐらかいて、神様気分の王様。かけたはしご飛ばされた。そして本当に寂しくなった。誰にも見えてないようだ。声も出ないほど怖くなった。耳に聞こえたハンマーソン。下から順にだるまを通し、誰かが歌うハンマーソン。あんたと話したいんだ。同じ高さまで降りてきて、oh! どんどん強く、もっと強く、歌声響く痛みの音。そのてっぺんにしがみついて、肌を垂らしてる神様。神様気分の俺様、逆さま、ありさま、どちらさま。